皆さんこんにちは、しょうごです。埼玉の方でイベントの方をやらせてもらおうと思ってます。ゴールデンウィークに行うんですけど、5月の3日は僕と綿貫祐介プロのイベントレッスンをやらせていただきます。で、その次の日4日の方は佐藤翔吾カップっていう名前をつけてもらってるんですけど、草トーナメントを開こうと思ってます。先着順になるんですけど、定員24名までで、予選は3人1ブロックのリーグ戦で、1位2位通過で決勝トーナメントを行う感じになります。時間次第なんですけど、最低2試合保証で時間があればちょっとこうコンソレーションも、入れられたら入れたいなっていう感じなんで、ちょっとそこら辺は時と場合によるのでご了承いただけたらなと思います。で、僕も、その草トーナメントの方に参加させていただくんで、大会に出るだけじゃなくて実際の試合会場の皆さんのテニスを見させていただいて、で何か気になることがあればどんどん話しかけていただいて、その場でアドバイスとか、多分草トーナメントで勝ち上がるっていうのは僕日本で一番詳しい自信があるんで、多分もう200回以上はオープン大会で優勝してるんで、ちょっと、そういった勝ち上がりの方法だとか、準備の仕方だとかっていうのを聞いてもらえれば参考にしていただけるんじゃないかなと思ってますので、ちょっとね神奈川の方は埼玉までちょっと遠いと思うんですけど、ゴールデンウィークなのでもしよかったらちょっと足を運んでいただいて、僕と一緒に、試合で当たるかもしれないので、僕と一緒にちょっとテニスをしてみたいっていう方はぜひ参加をしてみてください。で最後に、大会その草トーナメントに参加の方は前日の、綿貫祐介プロと僕の、イベントレッスンのエントリー費の方がちょっとお安くなるので、2ついっぺんに、エントリーしていただけるとお得に参加できるので、もしよかったらぜひ参考にしてください。しょうごでした。